ようございます。シークレット別にちゃんです。イエーイゲン。ということで今日はもう純正札、まあこれ塗装はしてるんですけどね、その純正札をちょっと短く、これバラしてスプリングカットしました。したらこれぐらいちょっとカットしましたね。ちょっと余裕が今あるんですけど、一回バラしたで、これ塗装をかけました。で、これデリン、昨日ねこれカットしたスプリング一応4巻きね、これの中にねスプリング入ってるんですけど、これの袋で4巻きカットしました。でこれ大体まあ3センチぐらいちょっと車高が下がる感じになります。でこれ純正もう1本持ってたんでね、まあ、もう1本というかもう1セット持ってたんで、それちょっと1回分解してちょっと早速これ長さ3センチダウンしました。かぶってね、意外とねこのあの座席ね、ここ多分女の人やったら分かりやすいかな、ちょっと足つき悪いんですよ。なんでちょっともうちょっと足つき良くするために、カットして、でここのねホイールじゃないわ、こういうタイヤハウスのところ、この隙間もうちょっとこれがちょっと下がってくるとね、ちょっとかぶる感じになるんでかっこよくなるんで、ちょっとそれをちょっと今日、まあ、取り付けだけなんですぐできるんでやってみたいと思います。まずねこれ14番かな、どんどん外しちゃう、裏側にね、ナットが入ってる。これ上から。お、外れるぞ、これ。これちょっと外します。ちょっと下が見えんかな。もうこれ下見えたんだ。はい。外れました。外れましたよ。はい、外れた。これ同じ純正なんですけどね、やっぱり中これだけ違う高さが、ね、これだけ変わるとね多分足つきも良くなるんでね、こっちに行こうか、はい、ね、ちょっと新しいんだけど、ね、これ分解するマジでねまあまあ力がね、普通は工具使ってこのバネギュッと締めといて外すのを、もうこれ力づくでうるわーって、まあこんなもん力づくてするもんじゃないわ、ただただ疲れるだけ。これねカットしたやつよいしょ、どっちしたっけ、上からはめた方がええな、下もはめ込む、上もはめ込む、これをはめる、こ
そんだけ好き。隙間がね、札を切った分だけど、おお、ただただこれで、ね、上下を差し替え終わったんで、これ止めるだけ。簡単でしょ。で、札の交換って本当簡単なんですよ。交換って。余計なものつけとくとね、それが邪魔くさいだけで。はい、よいしょ、よいしょ、下は OK で、これはまあ無理やりこれ広げたら入れるのが今入れるの大変やんか、ね、マジか。奥まで入りました。両方左右同時にね、やったらいいんやろうけど。完成。はい、もうこれで、これこれでちょっとローダウンカーができました、ね、あとはでも走り心地はね、多分悪くなるんですよ。ペコペコしてますんで、短くした分硬くなるというかね、はい、です。はい、さすね、ロックダウンしましたけどね、ここまた、うん、絶好調、絶好調、いい感じ。なんか足もね、もうベタベタになった。でたったね、こう3センチぐらい下げるだけで全然変わってきますよ。ただ一つ問題を発見しました。それが何かというと、スタンド。これね、このスタンドをまあこう立ててるわけじゃないですか。これ車体がギュッと下がってくるとどうなるかっていうと、風強っ。車体が下がるとね、このスタンドが高さが合わなくなる。まあ言うても今回3センチぐらいのローダウンなんで、まあ、そんなには問題ない。別にこの立ってるちゃんとね、この倒れることはないですけど、このサイドスタンドでね、まあ心配やったらこの両足スタンド、これをね使えばいいんでしょうけど、うん、で
これもしかも株のサイドスタンドのちょっとなんか いけすかんところっていうのが、これわかるかな、この角度、この角度、これがセルフォーマークを立ててるわけじゃないですか、スタンド。やけどこれちょっと立てた状態で軽くちょっと前に、これこれこれわかる、重心かけるとこれスタンドが外れちゃうんですよ。ええ、ね、これ下に立ってる状態で前に車体動かすとこれスタンドが外れるんですよ。まあ、最悪やと思うわ。これ若干スタンドを加工します。スタンド加工して前にグッと力が入った時もこのスタンドがさっきみたいにこれがね後ろにこうこういかないように、こうよいしょ、うん、これちょっと若干ねここ削り入れて、これの角度をもうちょっと前にこっち側に削って立てた時に今この角度ですけど、これをこっちにちょっとこっちにずらす感じでするとこう前に行った時行きにくいと、これここにゴムついてるんですけど、このゴムがまた厄介で、このゴムがあるがゆえにやけにこの地面との接地面をこいつが食いつくんよね。食いつくがゆえに何だろう、こう立てた時にこう、これ本当はもうちょっとこっちにこう、分かります。これ本当はこのぐらいまではここがちょっと遊びがあって、こうこう前後っていうかな、前後横左右にこう触れるようになってるんだけど、こいつが邪魔して、このゴムが邪魔してここにギュッと食い込んでしまうもんやけん、これがこのこうこうこう立った状態なの。このゴムが先に当たってボヨン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 、これ本当はこうこのぐらいこう手前で止まってほしいの。このゴムが滑り止めになってる、ゴムくんが。でもこのゴムのけたろうと思って、このゴムもちょっとのけますね今から。はい、じゃあまずゴム、このゴムがなかったらこう押した時にズズズって滑ってくれるよ、こっちに。ほら、でちゃんと固定されると。あとはねこれのここの辺りをこっち側、これちょっと削ってもうちょっと手前にいいようにすればいいかな。ハンドルをね左に切ると、ハンドルを左に切ったら左側に重心が来るんで、サイドスタンドだと立てた時に安定しますね、うん。なんかゴムのけた後かっこ悪いけど、なんかここにボルトでも刺そうかとか言って、うん、なんかちょっとしたらこれスタンド立てる時にね、ここにボルトがあるといいかもしれない。ちょっとボルト長めのやつをここに刺そうかな。うん、なんでついてるんやろ、まあもういいんや。これめっちゃいいボルト見つけた。このねゴムの代わりにこのボルト、ここにこの長いボルトをね、これでキュッと固定すれば、これ足が
トンプ。いいじゃない、これいいね。これはちょっと、いらんかもね。ご苦労様でした。はい、あとはこれの角度、これね、ちょっとこの足引っ掛けれるね、こう立てるときにこのいいボルトつけましたけど、ここの角度、この角度をこっちに行くようにちょっと若干ここをね削っていきたいと思います。適当にやりすぎて変わったかどうかわからん。まあ立ててみればわかる。いいでしょう、よしよしとします。先でも別に悪くなかったんで、次はねこのここスプロケットってあるんだけど、まあ、次回はここのスプロケットを、今39丁というかな、39個の爪がついてるんですけど、このチェーンが引っかかるところがね、それを35に変更したいと思います。でこの前のスプロケットっていうのかな、これなんていうのドライブなんやらっていうやつ、ここにもこのギザギザのねついてるんだけど、これは前に15丁から16に変えました。そしたら3速でも、これ3速のスーパーガムなんで、高速というか、ね、ある程度スピードが乗ってくるとエンジンの回転数が上がるんですよ。それを抑えるために回転数少なく前に進む力を大きくするためにスプロケット前後変えます、まあ、前は変えましたけど次後ろ変えます。次回お楽しみに。じゃあね。